あ、いよいよって感じがしますね。よし、ということで、多くは語らない。いきますか。その前に話を聞こう。クトネシリカが青鬼火色に輝くとき、氷壁は砕かれ、天への道は開かれん。予言にあった氷壁とは、猛吹雪を吹かせた魔人たちではなく、この永久氷湖の氷のことだったのか。アマテラス、もしもあの箱舟が天への道だというのならば、お前はあの箱舟に乗るべきだ。短い間だったが、お前と行動を共にして、お前が何者なのかは俺にも察しがついた。この先はきっと俺たちには立ち入ることが許されない。神々の領域に違いない。神々の領域、そうだろう、アマテラス。おひくろみさん、ソメクルさん、鉄の箱舟ヤマトか。天の国から落ちてきたという伝説もそれらしく聞こえる異様だ。トゥスクルお姉ちゃん、私怖い。でもペリカも頑張ってくれたよね。鉄の箱舟ヤマトが空に浮かび上がった。あのような鉄の塊が宙に浮かぶとは、まさかあの神話は真実なのか。天の国高天原から鉄の箱舟が落ちてきて、このラヨチ湖に沈んだというあの神話は、そして箱舟に乗って下界へやってきた神々天神族は、箱舟の中で無数のケブラムに食い殺されたとも伝えられる。常闇のスメラギ率いる何千何万という妖魔の軍勢にな。やはり闇の力が世にみなぎっていることと箱舟ヤマトとは無関係ではない。これそのままいけんのか？あ、いけますね。町田山港。この虹の橋を渡るってことは、あの箱舟ヤマトに乗り込むってこった。あの船は闇の吹き溜まりなんて言われるこのカムイでも、最も忌み嫌われるこのラヨツ湖に沈んでた。神話でもろくな語り方をされてねえのは知ってるよな。それでもあの箱舟に乗り込むってことは、二度と戻らない覚悟があるってそういうんだな。引き返しは不可能ってわけだね。いきます。爽快。いよいよ大詰めってわけだ、アマコ。100年前のようにまたぼっくり行くんじゃないぜ。絶対だよ。勝つんだよ。よし、行きましょう。ちょっと待った、マコ。どうした、一寸。お前との付き合いも結構なもんだけど。もうかれこれ、どのくらいになるんだっけ？昨夜の姉ちゃんの父、探ってるところに始まって。そうでしたね。そういう始まりだったな。オロチ退治だの、メギツネ退治だの、いろいろあったよな。改まっちゃって。人間の体の中に入ったこともありゃ、海の底まで潜ったりもしたっけ。気づいてみりゃおいら、いつの間にか故郷へ帰って来ちまったしよ。確かにね。それでしまいには神話の箱舟がご登場とくら、これからどでかい悶着が起きそうな大喜利の場面だけどよ。悪いが、あんまこう。え？まあ、確かに目的は筆技だよね。言ってたけど。旅すがらお前が見つけて回ったその筆技は、一つ残らずこの目ん玉に焼き付けたぜ。まだ完全に習得したわけじゃねえが、おいらはこの筆技で面白おかしく暮らすからよ。ちょっと寂しい気もするけど。まあお前さんも達者でやりな。
え、マジで言ってんの？お前は神様、おいらは妖精。住む世界が違いすぎらん。お前もいろいろ大変だとは思うが、お前の道はお前一人で行くのが道理ってもんよ。まあそういうな。おいらにも都合ってもんがあるからよ。ほれ、いつまでもグズグズしてないで、ここですっぱりさようならと行こうじゃねえか。それじゃあばよ。牛若さん？
小舟大和。え、マジで一寸とここまでなのかな？え、思いたくないんだけど。わあ、なんとこんなことが信じられましょうか。たとえこの目が久しく闇に侵されていようとも、その神々しきご法要を見間違えるはずなどございません。我らが狼アマテラス様が お帰りになられるとは、このマルコ天神族を代表し心よりお喜び申し上げます。いや、これはとんだ勘違いを。アマテラス様がお帰りになられたと申しましても、ここは下界に墜落した忌まわしき船の中、我らが故郷高間ヶ原には程遠い場所でした。この私とて今や霊魂だけをこの世に残し、このように古き習わしにとらわれ続けている有様。しかしそれも我が宿命でしょうか。狼アマテラス様、死での旅へと向かった仲間たちのためにも、どうか幾ばくかのお心づけを賜りませぬか。あなたが手を差し伸べてくだされば、仲間たちもきっと浮かばれることでしょう。おお、すごいものがあるね。50万か。微妙に足んないな。惜しいな。こっち買っとこっか。強化しよう。整えておいていいでしょう。豪華って。大浜札も、5買います。いいかな。妖怪騎馬も、使っとこっか。神々の守り。一応、一個ね、気持ちとして、交換しておきましょうか。まあ、一個はこれだよね。もう一個どうしようかな。こっちにしとこっか。で、いいですかね。よし。やっぱ、この武器好きなんで、赤赤で、行こうかなと思います。ん？なんかマップ構造がなんか分かれ道みたいになってる。なんだろう？まあいいや。こっから行ってみよう。でもなんとなく予想はついてるんだけど、これ今まで戦ったボスラッシュみたいな感じじゃない？白馬。我らが故郷高間ヶ原の天の岩戸に静まっておられた狼アマテラス様ではありませんか。ああ、これほどの時を得て再会を果たすことができようとは、暗く冷たい氷の下で待ち続けた甲斐がありました。我ら天神族肉体質ともその魂は死なず、永遠に我らが狼アマテラス様と共にあるんです。高間ヶ原でのあの戦いであなたが怪物もろとも下界へ霊落され、我々はどれほど心を痛めたことでしょうか。しかしそれに先んじて高間ヶ原を脱した我々にも、言葉では言い表せぬほどの悲劇が待っておりました。あの争いから逃げ延びた我々天神族は、わずかな望みをかけてこの箱舟大和に乗り込みました。しかし船が出航してすぐに、船の底から数えきれない数の妖怪が湧いて出て、逃げ場のない船の中で我々は次々と食い殺されたんです。月の文明で作られたこの箱舟は、何千何万という妖怪を運ぶための貨物船だったんです。そして舵を失った箱舟はそのまま下界へ墜落、我々天神族は一人残らず死に絶えました。どうしてそんなものを作り上げたのか、月の民の目的は分かりませんが、結果的にこの箱舟が下界へ災いを運んでしまったことは、不幸というより他ありません。狼アマテラス様、長い時を経てこの箱舟が再び動き出したようですが、ここは闇の者どもの苗床です。闇に潜む魔の者どもには重々お気をつけくださいませ。
気をつけます。では先に行きましょうか。やっぱそういうことか。ボスラッシュですねこれみたいな、そんな感じだね。でもまあ戦い方は変わってないと思うんでいけるはずです。頑張りましょう。テキパキいくよ。よし倒しましたね。次行こう。さあ戻ってきました。なんかボーナスで結構お金もらえたんで、もしかしたらあの50万のやつ手に入るかもしれないって思った。ダメージめっちゃ受けたけど、まあ倒せたので OK としましょう。回復道具はね使ってないです。まあセーブポイントで回復すればいいと思うんで、極力この先にね多分強いのが出てくると思うんで。闇の容器が全て消えるとき、この箱舟ヤマトは高間ヶ原へ向けて動き出すことでしょう。なあ私も不滅の気構えでおりましたが、ついにこの魂さえ滅びる時が来たようです。白馬さん、旅行く前に一目お会いできて嬉しゅうございました。アマテラス様、何卒高間ヶ原へ帰られ、このように再び光を賜りますことを。この調子であと4000ぐらいかなですね。ではお次はこっちに行きましょう。場所とか特に気にしてないけど、なんだろうね次は。来たか。赤兜だっけ。よし倒しました。次行くか。50万超えたね。買えますね。買ってくる？じゃあ買いますか。八坂二の勾玉。氷の力を持ってってことなんで、まあ使う場面があるかどうかって感じではあるんですが、あとはちょっと中心コーチ1個使っちゃったんで赤兜戦で補充します。では3戦目といきましょう。あー見たら書いてありましたね。うん書いてあったわ。ジョローグモだな。じゃあ次は順番的にそういうことですね。いきますか。ジョローグモ苦手なんですよね。ただスサドさん、おお、これは狼アマテラス様。この箱舟ヤマトが動き出し、もしやと思いましたが、その美しきお姿、故郷高間ヶ原の守護神に間違いありませぬ。アマテラス様、なぜあのような悲劇が起きたんでしょうか。この箱舟ヤマトは月の文明で作られた救いの船として、久しく高間ヶ原に祀られていました。
だからこそ高間ヶ原が魔物に襲われた時、我々は生き残りをかけこの船に乗り込んだんです。それがまさか我々天神族の棺桶になろうとは。いや、もしかしたら全ては最初から宿命づけられたことなんでしょうか。高間ヶ原を襲ったあの怪物ヤマタノオロチは突如として星の海より飛来しました。そして高間ヶ原と我々天神族を滅ぼし、さらに下界までも混乱の渦に陥れました。それらは全て月の民の意志なんでしょうか。よし、行きますか。ジョローグモ戦、なんだかんだ最初に戦ったボスではあるんですが、通算してもね、操作慣れた後、まあ、あの時は多分不慣れな時点で戦ったってこともあるんだけど、正直一番苦手ですぶっちゃけ一番苦手。大丈夫かな。苦手意識が強いよ。まあなんとかなるさ精神で頑張ろう。強すぎやっぱ一番苦戦強いられたな。まだ戦ってないけどさ、オロチね、多分オロチでしょう次、おそらくね。やっぱ一番苦手だジェローグも。よし次行こう。おうおう神アマテラス様、この心を突き刺すような気配、もしかして今この箱舟にあの月の民の男がいるんですか。どこかこの船の真相であの男が苦しんでるのを感じます。アマテラス様、一刻も早くあの男に救いの手を差し伸べ、災いの元凶を打ち払いたまえ。この世の闇を払うには太陽神たるアマテラス様が天の国高間ヶ原に歓御されることが不可欠。あなたが天の国で世を見そなわし、世に平安をもたらしたもうことを心より願っております。いよいよあと2体か。3体倒しましたよね。オロチ行くか。さあ飲ませて。まあでもうまいことやっていけば多分いけるんで。オロチはパターンだからね、強いけど。一気に攻めたけど、まあでも携帯的にまだ続くよね。ですね。よし、じゃあ倒していこう。よーし、かなりリッチな戦い方をしてしまいましたが、いいでしょう。倒せばいいんですよ。ということで倒しました。ありがとうございます。やっぱ札使うとすげえ気持ちいいね。ね、もう討伐時間だけは一応前だよね。ってことで、あとは魔人だよね、一番最近戦ったやつ。
安住。お待ちしておりました狼アマテラス様。ただ消えゆくのを待つだけの我が儚き魂、あなたがおいでになるまで何とか持ちこたえることができたようです。遥か昔、あなたはヤマタノオロチともつれ合うようにして下界へ霊落し、その後もオロチの息の根を止めるため予言のものを待ち続けられました。あなたは長い長い年月をじっと待ち続け、そしてついに予言のものイザナギが誕生し、お二人の活躍で月よりの魔物の命運は尽きたのでした。しかしそれは大いなる闇の流れのほんの一部だったんです。予言の者イザナギの伝説から今年でちょうど100年、その間にあの魔物は密かに妖力を蓄え続けておりました。そしてイザナギの子孫スサノオを操ってついに復活を果たすと、再び下界を征服せんと牙を剥きました。その上あなたの前に敗れ企みが叶わぬとなるや、今度は己の容器を下界中に放ったんです。下界は箱舟から湧き出た妖怪たちですでに溢れ返っており、オロチの容器はそんな妖怪どもを勢いづかせるにはあまりあるものでした。くすぶっていた闇の勢力は爆発するかのごとく一気に膨れ上がり、下界にはかつてないほどの混乱の嵐が吹き荒れたんです。その後はアマテラス様がその目でご覧になってきた通りです。あなたが魔物を退治された後、そのムクロから逃げ去った容器はすべてこの箱舟ヤマトに集っております。この膨れ上がった容器の根源を打ち払うのは容易にあらざること、闇の中心にあるものにはどうかご用心ください。わかりました。まあ一番最近戦ったボスでもあるんでなんとかなると思います。一番体で覚えてるはず。で、おきくるみさんいなかったら、わかんないけど。わかんないけど、まあ、いると信じて、やっていきましょうかね。ああ、そうか。そっちじゃないか。そうだね。疫病さんいたね、そういえば。申し訳ねえ。申し訳ねえ。ありがとうございます普通の浜札をちょっと使っちゃおうと思いまして、一気に蹴りをつけたよ。イエイ。どうしようかな。買い物できそうだったらちょっとしたいね。使っちゃった分の道具とかを補充したいところではありますが、ということで全員倒したかな。狼アマテラス様、ついに大いなる闇の波がうねり始めたようです。このまがまがしい容器、息苦しくて正気を保てません。アマテラス様、最後に一つだけ。金色の髪を持つあの月の民の男、あの男にどうかをお伝えください。オロチ来襲の際、アマテラス様と共に先陣を切って戦ったお前に、我々天神族は感謝の念を忘れないと。ああ、いよいよって感じがしますね。